皆さんこんにちは、 HV ファクトリーです。本日は新しく組み上がった最新販売車両のご案内です。では店長お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ車両の、説明をさせてもらいます。これは、車両の管理番号 C-383 の番号として、登録しております。で車両は、4サイクルのなんとこれ3型の今現行型のモデルとなります。車体番号130系ですね。年式も2017年の登録の高年式車両となります。ただ高年式でもやっぱどうしても車両の走行距離はこれもちょっと多めになってますが、各部いつもと同じ重整備済みの車両となっております。まあ、ジャイロの場合はまあ業務用ですから、まあ年式が新しくても過走行になってしまいますが、整備を充実させれば、まあ、新車同等にみんな回復しますので安心して乗っていただけます。高年式をお探しの方、大変おすすめの車両となります。でこちらの車両は一番、まあ、当然目につくのは外装オールペイント。うちの車両は、まあ、ほぼほぼオールペイントとして販売しております。で最近、かなり気に入ってます、ワーゲンのクアンタムグレーですね、ソリッド。あとはまあ黒で、ツートンのカラーで塗装しております。まあ、ルーフ部も、まあ、最近多くやってますが、ルーフ部は黒、これは、今回ツヤありの黒 で各部ショートパーツ、細かなパーツですね、それはツヤ消しの黒で塗っております。じゃ近くに行って、パーツをご紹介します。こちらもまあ当たり前ですが、ウィンドスクリーン、国産品のウィンドスクリーンに交換済みですね。でワイドバイザーですね、これもワイドバイザーも取り付け済み。まあ、こちらの車両本当にパーツが、割と多めについてますが、ワイドバイザーからレックシールドですね、それも付いております。フロントのフェンダープロテクター、この部分もアクセントとして取り付いております。でホイールは、半艶消しのブラックにペイント。タイヤもIRC モビシティの110の90の12ですね、新品交換済みですね。でこちらが新製品の、ライトストーンガードですね。でうちのロゴが入った形でリリースいたします。でこちらは、バックミラーですね、これもいつも通ってます。純正タイプの、まあ、社外品ですけど、バックミラー、これ左右新品ですね。でもうこれもほぼほぼやりますが、ワイパーモーターのカラー、ここも最小限のガタで済みますね。これもワイパーモーターカラーの交換にですね。もうこれがもうへたると大きくなってて、ここのすねが大きくなりますが、これで、軽減できますね。はい、こちらの車両はスピードメーターアッシー新品交換済みですね。多走行ですが、先ほども申しましたが、まあ、重整備済みですので、まあ、全く、心配なく乗っていただけます。でメーターも新品ですから、まあ、オイル管理と、しやすくなりますので、これはおすすめですね。交換しております。これも定番、キーセット交換ですが、定番というよりも、ここの、もう抜けが悪くなったらもう交換してしまうものですね。後ろとセットで交換するスペアですね。これリアのボックスキー、ちょっとこれ1本ですけど、これがついてますね。でインナーは塗装はつや消し、半つや消しのブラック塗装済み。はい、オーバーヘッドパネルですね、これはデリバリーボックス用の短いタイプの窓付きのタイプになりますね。スモークの窓付きで、内側からこういう枠をつけて挟み込んでますね。これがスモークタイプになります。ルーフと、このオーバーヘッドパネルはツヤありの黒に塗装済み。ちょっとだけグレーがかかってる黒。真っ黒ではないです。ちょっとグレーがかかってる黒ですね。で、これがデリバリーボックス。花付きのタイプですね。これがデリバリー。で、オプションのデリバリーボックス用のスポイラーですね、これがついております。これついてるとちょっとスポーティーな感じな雰囲気になりますね。はい、リアフェンダーはエアクリーナーのカバーはつや消しの黒塗装済みで、こちらグレーですね。
で、オーバーフェンダーは艶消しの黒に塗装済み。これも、ワイドホイール用のオーバーフェンダーが付いています。で、タイヤも 16.5、6.5-8、リブロのワイドタイヤですね。にワイドホイールが装着されています。ワイドホイールは艶消しの黒に塗装してあります。こちらの車両の説明は以上となります。高年式で大変おすすめな車両です。かっこよく外装も仕上がっておりますので、お探しの方、ぜひご覧いただき、迎車確認していただければと思います。細かな詳細はまたホームページで上げておりますので、そちらもチェックお願いします。この紹介は以上となります。また次回も出来上がりましたらアップしますので、よろしくお願いします。はい、本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。